今日はですね、もともと使っていた畑の方に久しぶりに来ました。こういったね、苗だとかあと株はもう収穫しました。野沢菜もね、ちょっと虫に食われてましたが、取れるものはね、取っていこうと思ってるんですよ。あのネギなんかもね、新しい方の移住先の方に、移住しようと思ってます。あ、移住じゃない、いや移植まあ移住だよね、ネギも移住ですよ。巻いてますね。こっちの方の大根はどうだろう。あー、もうちょっといけ、もうちょっと育てていいかな。コスモス綺麗だな。いやー、不思議なもんですよね。こういうね、でっかい、これでかいんですけど、こういう生育のいいね、元気なとこにはアブラムシついてないのね。でやっぱりさ、同じような場所なのにこんなちょっとちっちゃいやつ、こういうところは結構葉っぱの方にアブラムシついちゃってんだよね。葉っぱが美味しいからね、俺食べたいんだけど、こっち側はついてない。こっちはね、もうアブラムシついちゃって、残念ながら葉っぱは食べられないかなと思ってます。まあでも大根そこそこ大きくなってますね。さっき大根の話をしたんですよね。元気がいいやつには虫がつかないね。これなんかはさ、すごくよくでかく成長してるんですが、こっち側はね、でやっぱりね、初期の頃にヨトウムシにやられて小さくしか育ってないやつ、こういうね、ちょっとやっぱりあんまり育ちが良くないやつはやっぱりアブラムシがついちゃってんだよね。元気がいいとこにはつかないんだよね。イルミネーション綺麗だね。今日はですね、昨日に引き続き、元いた畑の方に来てね、ネギとかを取って、移住先にね、移植しようと思ってます。このキャベツなんかもういいんじゃない、脇芽がね、どん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 本当は出てくるんですよ。なのでもうちょっと長くいつもだったらやってるんだけども、ちょっとね、移住しちゃったので、今回早めにもう撤去しちゃいました。これからね、帰りますけど、さっき運転したらもうネギの匂いが充満してね、目が痛い中が頭がクラクラするっていうかね、びっくりです。ボスかな、冬のね、ちょっと甘いみかんがあったんだけど、なんかやたらね、みかんの皮が落ちてるなと思ったら全部なくなってて、皮はねちゃんと剥いて捨ててあるんだけど、お猿さんに食べられました。これなんだろう、なんかすごい毒々しいよね。何これ、和室がこのぐらいまで片付けました。まだね、全室で言うとね、工程としては3分の1片付いたぐらいなんだけど、でも今日はね、このチェーンソーパンツ買いましたんでね、大きめの毛を切ったりとか、そういう作業が目白押しなので、
やっていきたいと思います。それでは皆様よろしく。ジェーン。やっとねこの杉の木までたどり着きました。すげー綺麗、青空と、あの辺もねみんな伐採したんですよ、竹やぶをね。この杉の木にねたどり着きたくてこれを今日伐採したけど、やっとたどり着いた。すごいでかい木ってやっぱ神々しいな。恋でした。真っ赤な恋をして、真っ赤な恋をした、夢にまで見たようなウフフな恋でした。黙っていれば寂しくなるけど、喋ったところで喧嘩ばかり。分かっているのはいつもの散りぬく日のような、とろける恋でした。コンポストがあったんでね、蓋がなかったんでメーカーに問い合わせて蓋だけ買いました。でどのぐらいどのように埋まってるのかちょっと掘ってみようかなと思ってます。なるほど、この辺まで埋まってるんだね。っていうことは結構土になってるな。20センチぐらい土になってる。この中ねもうね竹とかが生えちゃってて少し伐採したんだけど、まあここをまあ竹は切るとして残さここに入れて使えるな。コンポストを使うと思ったら中にね結構でかい木が生えちゃってるんで、これは途中でさ木が生えてきちゃうとあれなんで、取ろうと思ったらこの根っこが結構すごいんですよ。それで今もう汗だくです。新香つけたやつの残さ入れたいと思います。宮沢賢治のね、銀河鉄道の夜の中にね、この赤い実、カラスウリをね、
それにろうそくを入れて明かりにして星祭りにね、子供たちがみんな出かけるっていうシーンがありました。実はね、これそんなに大きいもんじゃないからろうそくなんか入んないと思うんだけど、そのあたりはケンジのね創作だと思うんですが、暗闇の中で見ると本当にこれクリスマスツリーの明かりみたいな真っ赤な色、とても目立つんだよね。これを見てね、明かりだって思いついたのがやっぱ宮沢賢治すごいなと思いました。